豊田で4軒組んでるね、突撃しに来たんですよ。はい、まあ、さっき昼飯の動画でちょっと言ったんですけど、突撃っていう点で僕はバレてないですね。まだバレてない、まだバレてないからまあ今回ですね、なんて珍しいね。普通俺らってさ、はい、住宅って、まあ、1軒住宅1軒1軒ね、はい、1棟組んで1棟バラすっていう、まあ、スタイルが、まあ、俺ら結構メインなんだけどさ、はい、まあ、今回4棟並びで現場があるってことで、あ、はい、ちょっと面白いなと思って、はい、ね、どういう風に足場組むのか見たいじゃん。分からんしょ、だって4軒あって4軒全部つなげて組んでるの足場を、はい、そうだね。今回はね、ちょっとまあその説明、まあ、解説かな、はい、まあ、久しぶりで原点回帰ですね。そう、原点回帰です。大丈夫ですか、足場の動画。あ、全然大丈夫、全然大丈夫、普通に関係ねえもん。ちゃんとつけてますもんね。まあそうそう、安全帯はね、ちゃんとつけてますんで、僕もね、はい、ちゃんとこうやってね、安全帯よーしって、安全帯よーしってつけるんで、僕もね、はいはい、まあ、全然あの、まあそこ、そんだけね、まあ、しっかりやってますっていうことと、まあ、4棟並びを解説込みで、はい、ちょっといけたらなと思って。じゃあね、まあ長々と喋ってもあれだから、はい、とりあえずリュウジ君とカンタのところ行ってみるわ。はい、ね、お願いします。兼用するって言ってさ、もう1,2,3,4と繋がってはないんだけど、はい、このちょっと今歩いてただけで嬉しいこの敷地幅がさ、はい、そう、少ないから、はい、まあ、こういう時もしこっちに塗らないとしても、フェンス取って真ん中に立てて、はい、まあ、こっちにシートをかけていくんだけど、はい、そうね、今回はもうこれがもう4棟、はい、2棟とかよくある。あ、そうなんですか。そうだけど4棟ってなかなかないからさ、はい、すげえ珍しいなと思って。で結構これも綺麗に組むやん、はい、見てよ。で、まあ、ちょうど真ん中にこれ持ってきて、はい、で次向こうもちょうど真ん中に持ってきて、はい、でその隣も次またちょうど真ん中に持って、ほんと組めんわけよ。それどっちが大変なんですか、その1棟だけと4棟計算してこれ植える、これ植えるって。そうそう、図面出したり、図面出してあれしていくもんで、4棟の方が大変。あ、やっぱそうなんですか。正直、ここつなげな感じ、その間をさ、はい、で別に1棟だけだったらさ、はい、敷地が広ければ別にどんな感じでも組めれるし、はい、そうそうそう。で4棟だともうきちきちとこのさ、割りっていうから、この1800、900、1800、1800で、はい、割りをきちっと決めとかんと、はい、全然材料が変わってきちゃうから。ああ、そうなんですか。そう、そのためにまあその現状って言っとるじゃん俺らさ、はいはい、その図面寸法を測って家の寸法、はい、でそれに対して足場の図面を書くみたいな、職人たちは、はい、でそこをきちっとやらんと、この4となんかもうあんまなかなか組めない。材料も多めに持ってきときゃいいと思うけど、はいはいはい、何でも足りるように、ね、1個狂っちゃうともう全部狂っちゃうってことですよね。1個狂っちゃうと全部狂っちゃうね。わあ、大変ですね。そう、俺の顔みたいな感じになっちゃうね、普通に。お父さんとお母さんが何か間違えたんだろうねお父さんとお母さんが何か間違えたらこんな顔に生まれてきちゃったねではここもさ、取って組むこともできるんだけど、はい、取っちゃうと雨当たっちゃうし、まあ、下自転車置き場があるしね、自転車置き場も使えなくなっちゃうから。なので、まあ、ここまで取れるようにして、はい、あとは繋げてやってみる。わ、すごいトラス作ってる。へえ。なかなか一般住宅でこういうの見んじゃん。見ないですね。これトラスって言うんだけどさ、はい、2軒トラス、3軒トラス、3600飛ばすときは2軒トラス、1スパン、2スパン、1軒、2軒っていうからさ、これなかなかもう住宅だともう釣っちゃうんだよね、この足場材でピッて、あれを作っちゃうわけよ。これも計算しとかな、持ってこないよ、ね、わざわざでかいから持ってきたくないよ。分かっとればでも持っていけるじゃん。はい、で分かってないと持ってっても使うか使わんか分からんからさ、はい、そこまできちっと数出していかんと。よっしゃー、疲れたな。お疲れ様です。もう全部終わった、組み終わった。夏って言ってますけど、あれが手直し。あ、手直し。俺が組んだやつを手直ししてるこいつ偉そうだなって座っていいですか、ちょっと、はい、疲れた狭いためちょっと取れなかったんで裏がね、はい、そうすると、まあ、正面を、まあ、正面でまあちょっと喋れたらなと思って、はい、まあ特にね、これなんで4と一気にとかなんですか。なんかそういう4と一気にやるとさ、結局なんていうの、足場ってさ、はい、こうなんていうの、俺物がないと喋れん人なんだわ頭バカだからさ物に例えて喋らさせてもらっていい、はい、こう例えば、まあ、2棟あるとするじゃん、はい、現場がね、はい、でも1棟だけね、はい、まあじゃあここが始めますね、
一軒、はい、でまたこれ終わってからじゃあこっち行こうって、はい、ここ一棟だけの場合だとさ、まずまあ俺はあの塗装のこととかわからんからさ、はい、足場のことだけなんだけど、こう足場組むじゃん4面、はいはいはい、1棟組むからね。でもしここをバラしてまたこっちにやるって言ったら、またこっちも4面組まなあかんわけだ、はい、でもし繋げて組むってなると、ここもし1個組んだら、はい、こっち3面だけでここが繋がる。ああ、はいはいはい、そうでしょ、はい、だからその分安くはできるよね、やっぱり等数連投でいったら、はい、その分はやっぱね、こっちは3面で、その次はまた3面になるじゃん、はい、でその次はまた3面になるじゃん、1面は全部共用になるからさ、はい、それが例えばなんていうの、まあ同じ建物内で全然離れとって、はい、繋げれんような状態だと、まあまあ多少なるともね、ね、値引きはするけど、はい、だけどじゃあ本当にこうやって繋げてやる足場より値引きできますかって言ったらできんもんね。あ、やっぱり ね、 ね、全部まともに組んじゃうからさ、はい、ただまあ2軒くれるからじゃあ組みますよっていうのはできるけど、値引きはしますよっていうのはあるけど、はい、ただ足場って結構さ、はい、まあ、平米数って、まあ、平米数大事だけど、まあ、ある程度何人で組んで何人でばらして、まあ、材料代こんぐらいで利益はこんぐらいでっていうので、まあ、金額って出すの、はい、だそこに対しての平米単価になってくるから、はい、物件によってはね、はい、全部が全部一概にじゃあこれ400円できますかできないからさ、はい、その現場によって違うじゃん、やっぱりさ、たくさん運ばなあかんとかさ、はい、そこにまあ例えばたくさん運ばなあかんかったらじゃあ幸運パンとかさ、はい、そうじゃあ狭小地に、まあ狭かったらね、はい、狭小地につき例えば2人で1日で終わるところを、まあ、1人入れてね、はい、狭いところを運んでいかなあかんだから、狭小地につきまあいくらとか、はい、で平米単価でいくらとかやっていくからさ、だからまあさ、平米というよりはだって今回も、はい、この3面ね、はい、3面でじゃあここの1面ないからこの平米抜けよって言われるけど、はい、もうほんともう結構だね、そうやって人気計算していくから、もう人気で大体これ1棟いくらだよね、だったらまあこんだけ値引きしますよ、全部が全部は値引きできんよね。どういう感じでこの4棟一気にとかなるんですか？ある程度話すんじゃないですか、お客さんとか。俺も何回かあったけど、そうそうそう、話してもらって、はい、逆に提案してもらえると楽だよね。あー、そうですね、内側もさ、はい、逆に4と一緒にやるから、じゃあ一緒にあれ安くしてやろうと、はいはいはい、すごいやりやすいじゃん、はい、だけど聞けも行かないからさ、俺ら訪問販売やらないの、うちがね、そうですね、はい、そう、チラシじゃん、チラシあれしてお客さんから電話もらってそれに対して営業マンが行って取っとるじゃん、はい、仕事をね。そうだからまあその向こうから行ってもらうと逆に、まあ、本当に塗装したいんだけどなって思っとったとしても、はい、なかなかできんよね。あ、そうそう、だってまあ4ともしまとまっとるところとか、はい、で3とまとまっとるところあればみんなでこうやって話してもらってさ、はい、まあ、その分だったらお安くしますよっていう話になると思うし、はい、さっきも言ったようにそこも飛ばしてあるじゃん、下に車止めるのもまあ大前提だよね、はい、大前提だし、まあ、めくったらさ、まあ、雨も降るじゃん、はい、プラスまあ俺らとしたらこれ通るとさ、もうビス式じゃないから、はい、はめ込み式だからさ、これ、はい、挟み込みだな、ピッとったら曲がっちゃうんだよこれ。あ、そうなんですか。そうで曲がったりこのポリカって割れたりするから古いと、はい、だってあんまり俺らも外さんようにしてる。できるだけ、できるだけやっぱりその嫌じゃん、お互い嫌じゃん、はい、そのお客さんも嫌だし俺らも嫌だしって、割っちゃったすいませんでした、お客さんも気分悪いじゃん、はい、呼ばれたりとかしたら、はい、だからもうできるだけまあ取らん方向でやってる。だけど例えばあそこもね、まあそこも塗れるからいいんだけど、この天井とこうくっついとるところがある、はい、このポリカがね、はい、そういうところって塗装ができんからもう外さなあかんの。あ、足場関係ないけど、はい、それでそういう時はまあ俺ら自分たちやったりするんだけど、はい、足場でね、その時ぐらいかな、だからこういうのも、基本的にできるだけはもう飛ばすようにはしとるね、うん、まあ、強度の問題とかそういうのもあると思うけど、はい、まあ、そこら辺はもう大丈夫な限りやってるから、はい、俺らもね、はい、ということでですね、まあ、今回はちょっとためになるって、まあ、4棟組んでたからたまたまね、珍しいです、初めて、珍しい、だって俺らもうそんなないもんね、4棟、はい、まあまあその新築とかだったらあるけど弁当でね、はい、どうも結構こういうのを最初の方出しとったもんね、はい、最近出してないけど、だってまあまたこれからねこういう解説動画とかもまあできるだけね上げていけたらなと思いますんで、ぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします。あと仕事に困った方は求心道場、建設業専門ね、はい、はい、ぜひ入ってください。もう結構入ってるでしょ。結構入ってます。もう職人と、もう企業様と職人で結構入ってるよね、はい、でそっからもううちも来てるんで逆にそうですね、求人がね、はい、
ぜひやってください。今無料なんで。じゃあチャンネル登録といいね、あ、ぜひコメント入れてくださいね。また見てね。